はい、今回はですね、神奈川県の横浜市にやってきました。はい、はい、横浜市といえばやっぱり総本山ですよね。です、うん、久しぶりよ。本当にね、なんかもう行きたそうなオーラをね、ずっと感じてたんですよ。いや、早く行きたくてね、ちょっと、うん、よし、今日楽しみ。はい、ということで行ってます。じゃん、家系総本山ラーメン吉村屋、行きましょう。今日はたっぷり盛り上げますけど、またシンプルに麺からいきましょう。ちょっと今日は最初に麺も巻かずに海苔とご飯でいきましょう。今日新海苔らしいので、この海苔で。
今日はちょっと早めにこの入手していきます。ニンニクのパワーで結構加速つきますね。ちょっと盛りでラーメン巻いてよ。ちょっと麺を海苔で巻いていきます。最後さらに本当このニンニク合います、わかりました。今回の、はい、吉村さん、うん、毎回同じように固め濃いめ多めで頼んでるんですけども、今日なんか自分の一杯はかなり醤油感が強かった、うん、その中でも。あ、そうなんだね。そっかそっか。やっぱ意外、隣に座ったんだけど、うん、自分のは昔印象はちょっと柔らかめというか、逆に返し感っていうんですか、うん、が普段より弱いめだなと思った。マジで？すごい、すごいね。え、濃いめ？同じ。あ、同じ、うん、ね。あ、そうなんや、うん、いや結構、うん、普段の濃いめ以上ガツンときたから。え、マジで？マジですごいね。今日はなんかかなりどうもに迫ってくるなと思って。あ、マジで。それでね、うん、普段とちょっと違った感じのチャーシューやったと思う。思う。見た感じからちょっと違った。なんかね、もう豚しゃぶとかの定食かと思った。分かる。もうそれぐらい上からこうなんかごっそり乗ってて、なんか麺も全て全く見えなくて。見えなかった。初めてですよ、あんな。
麺取るの大変、自分大変だったもん、今日チャーシューに邪魔されて。そうそう、自分もそう。ほんで、こう、チャーシュー食べて、チャーシューで海苔食べて、やっと麺が出てくるっていうぐらい、自分の中でもかなり珍しいタイプのチャーシューと、もう要はビジュアル的に、そうね、なんか自分の中で初めてみたいな。自分もそう思いました。チャーシュー来た時に、なんか普段と違うなと思って、うん、で、あのスープは、うん、今さっき言った自分はちょっと今日マイルドめだな、マイルドって言ったら違うな。ちょっとあの塩味感が普段より弱いなと思ったの、率直に言って。でだから今日ちょっといろんな食べ方しようと思ったんだけど、今日はちょっと1点絞って、ニンニク、うん、あそこニンニクちょっとね塩味も少し乗っているような気がするんですよ、はいはいはい、うん、なのであれを入れてちょっと鋭さを増して食べてから加速した。だから今日って海苔を多めにしたんだけど、あ、ちょっとこのままだと海苔使いにくいなちょっと思っちゃったの、正直に言って。なのであのニンニク入れたからは、うん、あのまたパワーを振り戻して、うん、あの復活しました。なかなかいろんなこと考えて食べてるよね。なんかちょっと自分のねあのスタイルを見つけたいんですけど、うん、なかなかやっぱ日々スープ違うから。入れるタイミングって結構さあるやろ。あるある。何回か今まで食べて、うん、割と早めに入れてしまって、うん、もうずっとその感じで食べるっていうのがなんか自分の中ではねしっくり来なかった。わかる。残念な時もあるもんね、それが。なんかね、うん、あの日によってはね。わかります。そう。で、もう最後ちょっと刻み生姜も入れようと思っても、最後ニンニクと生姜の味しかせえへんになるぐらいになる時もあったとか、自分の場合はね。うん、だからいつもね、そのまま食べて、ご飯そのままみたいな食べ方をするんですけど、うん、やっぱりね、マコの食べ方をよく見てると、時間かかるなと思うわ。確かにね。やっぱりあの、ちょっと試してみたいことがね。あんだけこう、調味料が置いてあると、うん、やっぱり試してみたくなるよね。そう。でもやっぱ今日も1個しか試せなかったけど、なかなかね、うん、毎回全部はちょっと無理だからね。はい、はい、うん。ということで。はい。美味しいいっぱいでした。はい、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。